つまりそういうことね。そういうことです。あの皆さん、突然すみません。集まってもらったりして。集まったっていうか無理やり連れてこられたんだけど。すみません。ラン、ビビらせるなって。きっと何か事情があるんだろう。話してみてくれないか。皆さん、楽器は持ってきてくれましたよね。もう一度演奏してみましょう。どういうこと？まあまあ、一曲ずつでいいんでお願いします。でも、かすみちゃん、きっと何か理由があるんでしょ。いいじゃん、演奏してみようよ。わかったわ。その代わり、全員の演奏が終わったら必ず理由は聞かせてもらう。もちろんです。リサ先輩、ありがとうございます。早速演奏をお願いします。全員の演奏は終わったけど。うん、ねえランちゃん、それに皆さん、今どんな気持ちでいますか？私はね、すっごく楽しかった。ドキドキした。みんなの演奏を聞いて、それから私たちも演奏して、はぐみもすっごく楽しかった。やっぱりバンドで演奏するのって大好き。私も、うん、私もすっごく楽しかったな。やっぱりみんなで演奏するの大好きね、ランちゃん。まあ悪くはないかな。でしょでしょ。きっとみんな音楽を演奏しているときはドキドキして楽しいって気持ち。